今回ね、そうまず遅刻から始まり、でしかもその遅刻っていうのがさ、ちゃんとした遅刻だったのよ。今回に関しては狼少年になってるんじゃないかなって思いながら、頼むスタッフさん信じてくれって思いながら連絡してたね。今回に関してはちゃんと交通機関がに障害が出て遅刻したんだけど、やばい、もう俺の遅刻報告は信じられないって思いながら遅刻した。うん、そんなこと多分スタッフさん気にしてないと思うけど、ワンチャン疑われてることを考えて、今丸々線なのですがみたいなさ絶対しないけど、ググってくれれば、ググってもらえればわかるんでみたいな、証明の思いを込めて、今丸々線なのですが、交通機関に障害が発生してしまい遅れてしまいますみたいな、報告をねした。疑うならググってくれっていう思いで、使ってる路線とともにね報告してたね。うん、いや普段からねちゃんとしとけばいいんだけどね、なんかねちゃんと朝起きてちゃんと準備して遅刻するんだよね。途中でなんか謎の力が働いて家出るのが遅くなってるっていう、なんでなんだろうなあれな、世界の強制力が働いてるんだよな。俺 RPG のキャラクターなんじゃないかな、時たま自分疑うよ。俺がちゃんと起きて準備した場合、家出ようとするとドゥン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 つって、透明の壁があってドゥン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 つって前に進めないんだよ。でちゃんと遅刻する時刻になると、トゥルルッテ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 ッみたいな感じでなんか BGM がね流れて次に進めるようになるっていう、マジでね、その世界の強制力によってね、今回も無事遅刻したね。そう、謎のおじさんなり、世界の壁なりがね、俺の行く手を阻むわけよ。でも最初ね、でもホテルね、最初拒んで、俺。ダメですかみたいな。ホテルじゃないとダメですかみたいな。いや、怖いじゃん、だって。やっぱ、朝起きるのも、あれだし、ワンチャン、こう起きなさい戦法使えないしさ、俺以外の全員部屋に集まってね、どんちゃんパーティーしてる可能性もあるしさ。でもかといってうずこうさんも来ませんかみたいな風に言われた結果、次の日女子校花畑早いのに断れずにパーティーに参加した結果寝坊みたいなパターンも嫌だから、どうしようって思いながら全てにおいて気をしてて、ね、実際ね、ホテルの部屋でね、iPad 持ってってね、テニスの王子様、氷帝 VS 立会見てたわ。楽しかった。正直楽しかった。なんかお出かけ先での iPad をまた一興だな。たかが iPad なんだけど、あれはまた一興というか、なんか一人旅感みたいなのがすごい出てて、特別感あったな。カフカのベッドの上で氷帝 VS 立会見てたわ。あとね、立会のオーダーが舐めすぎな、舐めてんだよなあれな。なんか後輩のことを思ってますみたいなさ、氷帝フルパワーで来てんのにさ、立会のオーダーが舐めてるんだよな。まあ正直パワーバランス的にガチ VS ガチで言ったら立会勝っちゃうから、まあしょうがないっちゃしょうがないんだろうけど、で今時ないとは思うけど、一応 Wi-Fi がホテルになかった時のために全部ダウンロードしたからって言った。ホテルに Wi-Fi あるかググる方が楽やろ。まあ、確かに。言われてみたら。言われてみたらそうじゃん。ググれば出るか。Wi-Fi 完備とか。でね、テニプリをね、優雅にね、見たところまでは良かったんだけどね、ヘッドライトの消し方がわかんなくて、ベッドのね。前泉くんがね、ツイートしてたんだけど、俺それがね、ちょっと気づかなくて、ちょうど直前で共演してたからさ、その通話の時聞けばよかったんだけど、その時ちょっとそのツイートに気づかなくって、まあその後に言ってたのかな、ちょっとわかんないけど、結局ね、ヘッドライトをつけたまま寝てたね。まあもういいや、みたいな。まあしゃあねえや、みたいな感じで。つけっぱなしで寝てた。いや、明るいまま寝てた。諦めた。2、3回目覚めた途中で。まあ、部屋自体のね、電源っていうか電気を切るっていう戦法もあったね。
でね、あ、そうだ、その前にね、あの直前配信、直前特番みたいな時にで有料会員になってた人は 見たから知ってる、あの話重複するんだけど、女子校花畑の枠だから初日の11時45分からの枠が実は最初俺の元に来てて、あの時間帯ソロ多いなってみんな思わなかった？前住くんのさ紹介のやつとかさ、スクヤさんのさ演技理論みたいなやつとかさ、やけになんかあの時間帯ソロ多いなみたいな思ったでしょ、うん、で最初なんかうずきこさんお願いしますみたいな風になって、ゆずは聞いたと思うんだけど、まあうずきこさんにまあ大喜利系のやつをやってほしくて、まあこうさん主導で考えてもらえればなと思いますみたいな感じで、まあそれ自体は嬉しかったけど、いやちょっとまあ一人も悪くはないねんけどなーって言って、でまあ、正直一人で大喜利はその笑い役もいないし、ぶっちゃけね、俺が言ってコメント欄でまあ草ってなる大喜利っていうのもちょっとどうなんかなと思って、せっかくね大喜利で前なんか配信した時確かイベントとかでもやりたいよねみたいな話も出てた気がするし、やっぱここは女子校花畑でしょみたいなね、うん、感じでああなったんだよね。でもまあ実際は結構力一があれだね、まあ俺はまあそこまでだね、うん。いやでも確かに尺短く感じたね、ただでさえ普段長いからね、ただでさえ長いからちょっと相対的にすごく短く感じたな。しかもね2回ぐらいっていうかリハーサルの時割とガチでみんな大喜利してたし、当日も眠いからみんなで頭温めようやみたいな感じになって、自分たちのあの頭温めようみたいな感じであの大喜利してたからね、うん、あれもなんかもう見せていいんじゃないかなみたいな、割とみんなちゃんと大喜利、割とそのね放送できる感じというか、まあ多少回答過激ぐらいだけど自己要素もなかったから今となってはね見せてもよかったかな感はあるけどね。リハはね、まあ、映像は残してないね。うん。そうそう、そうなんだね。シーナと初めてなんだったよね。実はね。普通の人とかってね。普通の人っつってもね、オフで、普通、いや、やっぱ、配信スイッチってもんがあるからね。やっぱ新生にはなりきれないというか、難しいでしょ、なかなかオフでなんかその俺いたんみたいなのやったらそれはそれで痛いだろう。だって裏でもね芸人としての振る舞いを求められるのはちょっと、あ、塩おにぎりね、いや塩おにぎりの下りはでも力一のせいってか、でも そんななんか争奪戦ってほどじゃない、あのそもそもあの塩おにぎりが人気なくて、力一が、いや、ここで塩おにぎり行く人は、ちょっと、やばいよね、みたいなこと言い出して、いろいろなね、人気おにぎりが、ストックされてる中、ここで塩おにぎり行くやつはすごいよね、みたいなことを言い出して、いや、俺、まあ、行ってもいいっすけどね、みたいな風に、って、言って、いやー、まあ、塩全然いけるけどな、みたいな、なんかそういう、なんか、俺別に普通じゃないっすけどみたいな、なんかそういう感じのね流れだった気がするよ、うん、で別に塩おにぎり普通に美味しくないっすかみたいな、え、力一嫌いみたいな、俺別に塩おにぎりうまいと思いますけどねみたいな、うん、確かに力一とまっちゃんのポジだったね、うん、あれはまっちゃんがうまくこう場を面白い発言を言う人が番組でね活躍者ってなりがちだけど、実はあの場でも力一が支配してたね、うん、若手がボケれるように、あーここで塩おにぎり行くやつやばいなーって言ってそれからよ、うん、あとねチャイカさんがね、俺が、パスモを何回も買い直すっていう話したら、チャイカさんも、
私もそれやるからねと言って俺をあの慰めてくれるっていう、そのおかげでちょっとね、あ、仲間いたんだみたいな、その何回もパスも買ってはポケットに入れっぱなしにしてて、で、人と行動するときにもたもたしちゃうから500円ぐらいだしいいやつって、何回もパスモとかスイカを買い直すっていう話をね打ち明けたらね、私もやるからねとか言って言ってくれてね、あ、よかった俺だけじゃないんだっていう、私も複数枚持ってるからねつって、まあでもここだけの話、その時サイカさんが打ち明けてくれたパスモの枚数の、まあ、倍は俺持ってますね。うん、いやもう俺もうみんなにパスもあげるようち来たらあげる、パスもいらないから、こんなに、なんだろうな、もうヒカキンのトイレットペーパーの域に達してて、あらゆるアウターのポケットの中にパスもが入ってるから、あの最近やべえ財布の中にパスも入れてくの忘れたって思ってポケットに手突っ込んだらパスも入っててそれで あったわつってピーって言って、それでもう行くっていうあのことが結構あるよ。うん、マジでね、パスモのストックが異常にある。今日ちょっとまあ冬だけど薄手でいいかなみたいな時に、いつもより薄手の羽織物をした時とかに、あ、パスモがないなってなってまた買う羽目になるんだけど。